どうも、まひろです。今日はですね、借金持ち、節約貧乏人男である私の月収0円男がバイトを頑張るリアルな一日を見ていただきます。現在の時刻が8時14分です。おはようございます。バイト4連勤目なんですけど、4日連続曇り、時々雨です。そういう日もありますよね。今日は11時間労働って感じですね。月収0円だったんですよ。前回の動画見ていただいた方はわかると思うんですけど、お給料いただいたんですけど、給料の額が、まあ、税金に全部引かれちゃったって感じなんです。で、足りない分は多分来月にね、まとめて引き落とされるのかなって感じですね。それを取り返すべく、めっちゃバイトをしているわけなのですが、私はバイトの給料が16日換算からの15日締めなんですけど、現在は10日経って70時間くらいは働けているはずなので、そう考えたら来月の給料は期待していいんじゃないかなって感じですね。なんとかこの調子を保つことができればの話ですけどね。全然大丈夫です。なんか知んないですけど、最近お金がないのとは別途で普通に太っちゃったんで63キロになっちゃったんですよね。58キロだったんですけど、なので今ダイエット中なんで、昨日の夜ご飯食べてないんで、今日は朝ごはん絶対食べたいと思います。今日の一日の流れに関しては、11時間労働でバイトがある、そんな感じとなっております。朝ごはんはちゃんと食べます。頑張るぞ。ガチな声出た。今日も一日よろしくお願いします。いただきます。お腹すいた。やば、めっちゃ晴れてきた。洗濯の途中なんですけど、現在の時刻が9時21分ですね。バイトが10時からで、出勤まで20分くらいかかるんで、通勤20分くらいかかるんです。昨日、おととい半日バイトで、半日バイトの日ってもう本当に家帰ったらほぼ寝るだけみたいな感じで、で、今日は疲労がすごい溜まってて、すごい寝れて8時くらいに起きるじゃないですか。朝ごはんと洗濯物しかできてないですね。やばいですね。やっぱ労働してる日って、これ喋ってる時間あったら他のことやれよって思われると思うんですけど、せっかくな
んでお話ししたくて、労働に熱中している日っていうのは本当に何もできないですね。それも良くないんでしょうけど、まあ、逆を言えばあんまお金使わないっていう利点はありますよね。働いていると節約になるっていうふうに考えているので、この考えめっちゃ良くないですか。じゃあバイト行ってきます。涼しい。いや、帰ってまいりました。3連勤終わり、働きました30時間くらい。やば、普通か。でも真面目に、3日で3万3千円稼げるのでかいですよね。時給1100円なんだ。だからマジで税金とか保険とか年金とか毎月引き落としあるんですけど、その引き落とし額分は稼げましたね。そう考えたら引き落とし額ちょっとでかいかなって思うかもしんないんですけど、まあ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 、それは全然いいんじゃないですかね。とりあえずあとは生活費を稼ぐだけです。うん、明日休みですみたいな感じで喋ってますけど、明日もバイトはあります。今今日の夕飯です。10本入りで229円とかのやつですよこれ。あれ、なんで、なんか溶けてる、なんで、なんか溶けてんだけど、冷凍庫に入れてた方がいい。なんでや。みーたん待っててね、お風呂上がったら遊ぼうね。しみる。みささま、あう、ぱい。見た、暑い、やばい。21時41分です。みーたーん、よう、おーい。というわけで本日も一日お疲れ様でした。今は8月末なんですけど、もうそろそろ9月の前半のシフトも出るところですね。出る頃ですね。とりあえず無理なく巻き返してたくさん稼ぎたいと思いますね。次の給料日まで生活が困窮するっていうのが目に見えてるので、ちょっと給料が少なかったので、もう給料もうほぼ0円ですけどね。バイトの給料今めちゃめちゃもう働いているので大丈夫大丈夫。今日みたいに半日労働して、まあ、夜は時間帯も時間帯なんで食べないし、こうなったら痩せるし節約になるし一石二鳥ですよね。まあ、ただ健康面はよろしくないかもしれないですけど、そんな感じですね。こんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。私の YouTube チャンネルでは借金持ち節約貧乏人男である私の Vlog 動画、節約術、いろんな動画を更新していくので、今後も見てくれるよという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。他にも Twitter、Instagram など SNS やっているので、概要欄からチェックしてフォローしていただけたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。